今回ねちょっっとままあ怒ってます何かっていうと、えー、前の日の NHK ニュースなんだけれども、えー、まあ、岸田首相がね酪農経営の基盤強化に対してまあ、対策をしますよってね、まあ、ウクライナ侵攻とかで資料が入ってこないとそれで経営がやばいとあ支援しますっていう話になったので、ね、そういうニュースが出てきたわけさ。で なんでそれで起こるのって、まあ。悪いことじゃないじゃん。はっきり言ってね。その第一次産業を支えるためにっていうことで。それ自体はやるべきだし、なんだけれども、えっ、ー、とさ、これ去年のこと、去年つかは年末だよね。2022年11月22日の記事なんだけれども、これにね、まあ、絞るのが低能、低能力。あまり牛乳出せない牛を、1頭削減すれば15万円やるよっていう施策をしたわけさ。 で、それで結構、酪農家も、もうこれを機会に辞めるが、っていうなってったりして、で、その時、根本的な支援策をしなかったがために、結構廃業したのよ、酪農家が。まあ、YouTube でもそうだし、Twitter でも見てわかるし、ニュースとか見ててもわかるんだけども、多くの酪農家が廃業していったわけさ。ね。その状況を置いといて、今この支援策でしょ。っていうことで、ちょっと今その、その頃 に出た動画をまあ、ちょっと入手したんでそれを見てもらいたいなと思いますそれを見てからまたお話しします年間1億円の赤字だと言っていました私んちは200万円借りました今日の生活がままなりませんやめて帰っている金額じゃないんです希望が見えません1日また1日と発火しています断言しますスーパーの棚から牛乳がなくなりますもう一度言います 楽能やばいです壊滅の危機ですボロぼけしたいと言ってるんじゃないただ、牛を飼って普通にご飯が食べたいんですもうそれができなくなってしまう限界に来てます楽能やばいですっていう内容の動画なんだけれども、まあこれ半年以上前だったと思うんで、まだ寒い時期だったと思うんだけども、これ、これ見てさ、うん なんとかしたいんだけれども、なんともできないなっていうことで、政府なんとか一次産業を守るっていうことは、国を守ることだっていうのは、俺もずっと喋ってるんだけれども、なんとか支援してくれよ、国の方でってさ、ずっと思いながら、で、自分の力のなさに、繁栄さを覚えながら見てたのね。でも、支援しなかった。まあ、支援しないって決めたんだったら、支援しなくても、まあ、それはみんなが選んだ政治家、政権の判断だから、仕方ないと思って、涙の耐えてたんだけれども、 今回ね、それぞれ見,見捨てて、いっぱい廃業して、ね、もうボロボロになってるじゃん。その状況下でを状況を作っておいて、今になって、こうやって支援しますよって、どういうことってね。 で、今はまあ、もう少ししたら、ね、あの、選挙が近いから、おそらく選挙対策なんだろうけれども、その選挙対策になったら、選挙が近くなったら、そういう施策を打つっていうやり方は、俺、気に食わねえなと思って、やらないなら、やらないって。やるんだったら、今すぐやれって話、選挙の前にやってしまえと。そうすれば、もう支持率爆上がりの、選挙でも勝てるじゃん。 で、や、やないってことは、選挙の前にやらないってことは、選挙が終わったともやらないんでしょって、俺は判断する。だから、自民党には入れないんだけども。ね。だからそういう声を無視して、無視してさ、で、廃、え、牛、ー、廃棄うついうか、牛をね、あのー、殺処分すれば、15万円、削減すれば、1頭当たり15万円あげますよっつって、それで、それを、いい機会だな、これでもと年だしな、っていうことで、 酪農、廃業、ね、してた人もいるはずだね、全員を把握してるわけじゃないんだけどもさ、だって消えていってさで、こうなってからやってさ、でしかもあの時ねあね、乳牛のさ、乳牛のじゃないあの、乳製品の輸入をね、削減し,しなかったのよ、そこを輸入を絞れば、国内の自由を国内産の、ね、乳牛乳とかにさ、割り当てられて、そうすれば牛乳を捨てるっていう。 ここととも、ね、しいこと絞った後とさ余ってるから捨てたりしてたんだけどもそういうふうに牛乳を捨てるっていうこともしなくて済んだわけだそうすればいくらかでもお金になって国内の生産能力っていうのを維持しながらそういうふうなを支えてくれてた一時生産者の人たちを守ることもできたわけさ農業を守るってことは国内を守ることってだからそういうことをしないでさしないできて見捨ててきてさああいう声も無視してきてで 今になって選挙近いから、えー、対策してますよみたいな感じじゃん俺からすればねそう,ちそうじゃないんだよと捉える人もいるのは分かるんだけどもなぜあの時声を聞きに行かなかったの対策しなかったとしてもまず声を上げてる人がいたんだからその人たちにあの時声を聞きに行けばいいじゃんあなんか でもやってるっていうか、集会やってる。じゃあ行って話を聞かなきゃって。まあ、岸田さんはトップだから、忙しいのはわかるんだけど、だったら農林水産大臣なり、副大臣なり、まあそこの偉い官僚さんたちなり、行ってお話を聞いてきて、それを上に上げるってこともしてくれればよかったし、それはなんか少し対策もできたかもしれないし、だからその時、輸入を絞れば、ね、輸入してる乳製品を少なくしてれば、 酪農家を助けることにもなったかもしれないしであの時に経営基盤強化しますでお話を聞かせてくださいってあので手紙でも何でもメールでもいいからくださいって言ってやって対策してればさあもうこんなに怒ることもなかったしさムカムカすることもなかったのさだからそういう対策をしないで今になって支援します私たち仕事してますみたいな。 選挙近くなる前まで何やってだったらインボイス制度とかをやってさ、あれの時も54万筆の、あのー、署名をね、一時受け取らなかったのよ。10万人時も受け取らない、36万人時も受け取らないで、54万も受け取らないで、その後、泣く泣く受け取った形で受け取ったけれども、 ねそれで何十万っていう人の声を無視してきて、インボイスを導入したじゃん。あのインボイスをやることによっても、また農家っていうのは苦しくなって、多分廃業増えていくはずなんだよね。うん、もうさ、一時生産、第一次産業を軽視しすぎだよなと思って。で、この選挙が近くなれば、助けますよ、やってますよ、仕事してますよ、でしょ。ね。 まあ、あとこれ思う,思うんだけどちっちゃい時から若い時から高校生の時から見て思ってたけども自民党の支持母体に JA とか農家ってあったじゃんすごく大事な支持者だったと思うんだよ農家ってそれなのにそれなのにこの仕打ちかよって。 なんか、なんかおかしいよねってさ、まあ別に投票したからって見返り何かよこせっていうのはない、ないってうか会っちゃいけないことだから、なんだけれどもさ、その指示してくれてるスタジオさ、なんか大事にする姿勢もない話、せめて話ぐらい聞きに来てあげればよかったんじゃないあの時とかさ、思うところあるんだよね、いっぱいね。なんか納得いかねえなと思って、まあ皆さんどう思いますかさっきの動画を見て、 ね、でニュースを受けて本当は酪農家を、ね、廃業の方に向かわせるような政策を取ってたわけだ。まあ中小零細の小さい個人のちっちゃいところを潰して大きいところに集約してしまえみたいな動きなのかもしれないけれどもさ、ね、インボイスもそういう動きを俺は感じるけれども、まあ、そういう動きなのかなって思ったりもするけれども皆さんこの動きをどう思いますかっていうね、まあ、問題定義ツが投げかけです。俺は納得いかない。 もう、もう、あの時助けないのに今、あの時廃業に向けて支援したようなもんだったのに、あの時輸入を絞ってなかっ絞ってれば助か,助かった人もいたと思うんだ。それをやらないで、今選挙が近くなってこうやるっていうのは、俺はちょっとね、信用できねえなって思うんで、今回選挙来ても、まあしばらくな、まあもう多分死ぬまでは自民党には入れねえだろうなって、もう固まっちゃったね、気持ちはね、本当に。だから、まあ、 挽回するには、今すぐ選挙の前に対策しろって感じだよね。あの、落農家を助ける支援するってのはさっさとまとめて、これやりますってもう決めてしまえばいいし、えー、消費税減税もしてしまえばいいし、今若手に言わせてるんだよ。消費税減税しろってのを若手から上げさせて、こういうことも考えてますよって。まあ前の選挙でもあったんだよ、この話。でも減税しなかったじゃん。だから今回も減税しないだろうなってね、思うんだけども。そして、何の話だったっけそう、インボイス。 <laughs> もうこれもやめてしまえと。2500億の税収増が見込めるんだけども、そのおかげで民間にはね、年間あたり4兆円の事務,事務処理のコストがかかると見られてるの。すごく生産性下げるの。やらなくていい仕事をやって、税収は国、国は税収増えるけど民間には負担がすごい来ると。もうどうにもならない制度じゃん。やらない方がいいじゃんだったらってね。まだ、ちょっとしたコストでそんなに増えるつながら曲がるんだけども、生産性を下げるようなことをして、えー その2500億取るっていうのは、ちょっとどうなのってね。もうこれは実質的に消費税の増税だって俺は思ってるけれども、こういうのをやめるっていうのを今すぐ選挙の前にやるんだったら、ね、ちょっと考えてもいいけども、まあ、やらないだろうから、そしてこの酪農家支援、まあ、やるかもしれないけども、その消費税減税については若手がに上げさせてる、えー、消費税減税の提言とかもやらないだろうし、 ちょっとね、俺は投票できないし、もう今回の酪農家の,のこの件ではすごくしがっかりしたっていうか、もうショック受けた、本当にニュース、飯食いながらテレビ見てて NHK のニュース見て、えあの時助けなかったのに、もう廃業した人いっぱいいるのに、今更やるのやらないならやらないで、貫徹しろよ、貫き通せよってね、この子に及んで、でもうすごく腹立ったのは、 覚えてるから、皆さんどう思いますかっていうことで、あの、まあ、動画終わりにします。本当に、ちょっとこう、考えてほしいなって、酪農家の気持ちを考えてほしいなって。今まで支援してきたのに、支援者投票してきたのにね、次は別の業界の人たちがやられるのかな、農業界は大体やられだから、別の業界の人たちが今度手のひら返しを食らって、痛いを見るのかなって思うんで、えー、ちょっと政治のことを考えてみてほしいなと思います。今回のの農家の件につついてをまず1つ ね、NHK ニュースで酪農家の支援策とか検索すれば出てくると思うんでそれで記事をチェックして、えー、自分で考えてみてほしいなと思います。